バラクーダ2008スーパーキャビテーション水中航想体はボーデンコのウーバーリンのディール BGT ディフェンスがドイツ海軍と共同で開発して2005年に公表した魚雷。この種の魚雷はスーパーキャビテーションによって水中での抵抗を減らしおよそ時速1 8 0トルで水中の泡の中を移動する。先端のが水に触れるので 水流による抵抗は大幅に低減される。このような魚雷の推進はプロペラでは不可能でロケットエンジンを必要とする。これらの魚雷の制御は可動式の先端部で制御する。潜ったり浮上すれば水圧が変わり、キャビテーション側を変える。水圧が上昇すると泡を維持するためにポンプでガスをさらに送る。 水中で時速4 0 0トルになる操作可能な魚雷が製造された。それは潜水艦に依存せず空中から水中に投下されてスーパーキャビテーションを起動する。このような魚雷は現在は配備されておらず短射程で効果のある高度に守られた水上の動く標的を対象とする。システムは他のスーパーキャビテーション魚雷は無誘導であるのに対して 高度の機動性を備えることができる。ありがとうございます。